どうかしましたか？すみません。まずは自己紹介ですよね。交流の監修ですから。ご孔明はかねがね伺っております。私、ベリーナでございます。今日はこうしてお会い、すみません。実は私、ネオユニオン育ちで、こちらの言葉にあまり詳しくなくて。こんにちは、ベリーナちゃん。私はシカ。こっちはヤンヤン。あと、漂白者。今日は、リンバーさんの紹介できたんだ。あなたたちのことは、リンバーさんから聞いています。この子たちも、普段はバーさんの案内をお願いしてるんですよ。ところで皆さん、何かお困りですか？お手伝いしますよ。私たち、ある特別な花を探しているんです。ふむふむ。確かに特別な花ですね。こういう真っ黒な花は、大抵誰かによって手を加えられたものですが、自然の中で咲くものも、そうですね。形と性質から考えると、あやめ、花びらの形は、この黒い花と近い楕円形ですが、花の外側の部分が違いますね。スミレは、花びらの形が明らかに違うので外れですね。独根草は、花蕊がもう少し短いし、花びらの数も一枚少ない。あと、レモングラスと呼ばれるネオユニオンの植物があります。交流の皆さんには、あまり馴染みがないものですね。花蕊の長さは一緒ですが、円錐形に花が咲くことを考えると、これも違いますか。花冠もラッパ状ですし、忘れるところでした。大御町です。花びらの枚数、花の形状、あと花蕊の長さも近い。でも、大御町には特徴的な花柄があります。この黒い花のものとは違いますね。知らなかった。これは勉強になったね。とにかく、この黒い花は本当に特別で、似たような植物はほとんどありません。だから、これは人工的に作られた新種なのではないでしょうか。それに、この十字の花冠、かすかに反響エナジーの影響が見られます。おそらく、これは珍しい反響植物で、共鳴能力に影響された植物なのかもしれません。でも写真だけでは、どんな土地で、どんな共鳴能力に影響された。鹿、今のもう一回。え？どうしたの？私はただ、この花を身につけたら、組織の人に。この黒い花は、ブラックシュアメンバーの証。メンバーでしたら、すぐに気づくはずです。でも一般人には、ちょっと変わった花にしか見えない。なので、ブラックシュアのメンバーが昆虫城にいたら、この黒い花を身につけてるだけで、向こうから。漂白者さん、さっきから、それに、流れ。フラクトシテス、なぜこんなところに。くそ、あの女、俺たちの邪魔ばかりしやがって。お前も目障りなんだよ。倒すしかないようだ。変な音が断続的に聞こえる。というか、こちらに向かっている。ここから上がれば尾行者の裏をつける。まずは隠れて。
どこかな。俺を探してる。見つけた。あなた本当に面白いね。いやー、何それ、捕まったら言いなりになるゲームなのかな。怒った？怒っちゃった？なんかね、あなたに構ってもらうと楽しくなっちゃうの。こんな気持ちになったのは初めて。あなたのこともっと知りたい。はーい、あなたはブラックショアが指名したターゲット。そう、私はブラックショアの花持ち。この黒い花は花持ちの証。世界を救う責任と使命だったかな、そんな感じのやつ。目的ね。気をつけて、危ないですよ。あんこ大明神様がよ、心配かけさせやがって。はあ、いや、天地万象のままに。ターゲット確認。慈悲など無用。ここだ。いちいち謎解きとは、遊び心満載のやつらだな。食堂に入れる人間が少ないってのも納得だ。これだけのセキュリティが備わってじゃあね。このドア、この前アールトが閉じったせいで開かなくなったやつじゃないの？コン、あれはそうだな。とにかくまずはこのドアを開けないとな。これは、なるほど。食堂の奴らは、疎開飴の再現を試みていたのか。
それもここまで進んでいるとはな。疎開雨とは天空界から生み出された現象、いわゆるここの電力システムは死んでないはず。手分けして探そう。イエーイ、姉ちゃん出発。変なものばっか作りやがって。信号灯のシグナルはこいつの体の中。まさかあれを飲み込んだってのか。どうもお姉さんに話せるわけじゃない。この戦いは避けられないな。アンコとアルトはいつも通り？ああ、いつも通りだ。しじゃあこの大きいのはあんこがもらっちゃう。黒目白目いくよ。こいつの弱点はこいつの弱点はどれどれ。そうか、こいつの体は無理やりくっつけた金属パーツでできてる。関節部を狙え。落っこちたパーツで攻撃して、この図体だけの出来損ないをぶっ潰してやろうぜ。燃えろ。ターゲット確認。慈悲など無用。冷静さを失うな。万象のままに。効果まだまだ。目の登場だ。全然痛くないよ。あんこに近づくな。目やっ、おーだ。あんこのお友達をいじめるな。だやっ、負けた。あんこに壊れる。痛みよ、我が身をまとえ。行くぞ。あっ、響け。これも音の力だ。一丁上がり。ふふん、あんこはできる子だからね。でもこんな大きいのどうしてここに現れ。違った、アールトが言ってたのはこんな雨が降ってたら速やかに隠れろだっけ。違う、この雨は本物の疎開雨だ。Thank you.
州が、昆州が残像町に襲われました。結局降ってしまったのか。将軍。ああ、前に言ったあの件はどうなった。は、戦闘可能人員およそ500名、将軍特製の疎開やめ対策薬を服用しました。隊員に副作用はなく、幻覚はおおむね抑え込んでいると見られます。しかし依然として疎開やめの幽霊が。消えろ。はっ、これも音の力だ。キャッ。よし、はっ、ついてなかったね。えい、くらえ。この身を刃に。うつむ道場背面。ここの残像はなんとかだった。でも前哨基地はまだ残像に囲まれたままよ。で何より。じゃあここは危ないから一旦撤退して。これで終わり。相変わらずやるな。これならどんだけ敵が来ても余裕だね。漂白者さん、あれ。番頭の戦いの時の月とほぼ同じ。あまり時間は残されていないようね。戦況報告を。はい。バリアの修復、市民の城内への避難ともに完了しました。負傷者の数は最小限に抑えています。うん、よくやった。お久しぶりです、漂白者。ええ、おおむね順調ですよ。先に対策は打ってありますから。甲州が危険にさらされてる今、いつまでも核に頼っているわけにはいきません。これは世の決断であり、世の責任なのです。以前コートへ行った時、今週への実質的な支援を約束してもらいました。すでに天候と研究員の方で準備が行われているはずです。漂白者、核のメッセージを覚えていますか。逆流する雨の帳は大地を覆う。そして予期の将軍は今北楽の原の前線で戦争の名指揮無双選手に最後の総攻撃を仕掛けようとしています。核の言う時が訪れました。もちろんこれは危険な道です。あなたは名式と真っ向から戦うことになるかもしれません。相変わらず揺るぎのない目つきですね。この戦いが終わればあなたは今週を救った英雄として後世に語り継がれることとなるでしょう。あなたが長き夜を越え無事の帰還を果たすよう願っています。各地の関所にあなたのことは伝えておいたよ。
今後は今州のどこでも自由に通行できるわ。漂白者のことは任せたよ、ヤンヤン。東博のあなたにね。それと石崩れの駐屯地に行く途中には無音区があるわ。くれぐれも気をつけて。私のことは心配しないで。順位として絶対今州城を守るから。全部終わったらまた会おう。うん、頑張る。長雨ね、嫌になっちゃう。今州城は私たちに。安心して、私たちがいるでしょ。俺もいる。私も。随志団のみんなも。俺たちも。ここには頼もしい仲間がたくさんいるもの。脅迫者もヤンヤン、義援将軍にも。長き夜を越え、無事の帰還を果たす。もう弱まってきている。あと少しだ。行くぞ。これでどうだ。また残像が来ました。これが最後だ。守り抜け。駐屯地にいる残像は片付いた。今州城はどうなっているだろうか。今州城の状況はどうだ。レイン様の指示に従いバリアを起動しました。住民の避難も完了しています。研究員の方は白石さんがデータモニタリングを開始していて、まもなくモルトフィーさんもそちらに合流します。今州城なら大丈夫です。それと漂白者とヤンヤンが駐屯地に向かいましたよ。わかった。ちょうど破人の駐屯地の残像帳も収まったところだ。俺も彼らと合流するとしよう。雨が強くなってきた。残像が蘇る兆しも、それに高密度な周波数の起伏も見られる。ならば避けては通れないか。この手で道を開かねば。また残像か。手早く片付けよう。戦の鱗だと。
面識の復活がもたらした影響は計り知れませんね。さらに北楽の原に近い場所ほどその影響が大きくなっているようです。それに流れ域からも恐怖と血の気配を感じます。どうやら石崩れの高地で激しい戦いが起きたようですね。この先が田沖事務長がおっしゃっていた無音区になります。そこを抜ければ紀元将軍のいる駐屯地です。皆さん無事だといいのですが。あれは良きの兵士でしょうか。あの兵士たちもまた残像が。これも音の力だ。はっ、キャッ、やっはっ。疎開雨の影響が強い。むやみに深入りすると危険です。あそこに良きの兵士がいます。負傷しているのでしょうか。ヤンヤンなのか。何があった。雲仙の俺はこの石崩れの高地は特に、なのに疎開雨の影響で雲仙の鱗が蘇った。そのせいで俺の隊は壊滅だ。こうして俺だけはなんとか逃げ延びたが、これ以上はもう動けない。ここは危険だ。危ない。将軍です。雲仙の鱗、倒すより他はないようだ。交代はしない。行くぞ。遅い。ここにてうがつ。行くぞ。これも音の力だ。この身を刃に風よ起これ。行くぞ。これで終わりだ。戦の鱗とはイクマンの兵士たちの残響を飲み込んだ先代から生まれた残像だ。兵士の犠牲が絶えない限り雲仙の鱗は何度でも蘇る。また数え切れないほどの兵士の魂がこの雨にさ。将軍遅くなってすまない。有名か。ならお前はまさに時の人だな。レインとタオキからお前のことは聞いている。来てくれてありがとう。初めて会う者には交流の礼をもって接するべきだが、今は状況が状況だ。これからの計画を簡潔に伝える。
レインがお前を信頼していると聞いた。それだけで十分だ。それとこの薬を飲んでおいてくれ。疎開雨の影響を完全に防ぐことはできないが、少なくとも幻覚を軽減することはできる。疎開雨はある条件を満たしたものしか再現できない。雨の影響を受けている、なおかつその雨域と深い関わりを持っているという条件だ。お前は雲量谷で目覚めたばかりで、今週を訪れたのもこれが初めて。つまりどちらにも該当していない。お前は交流伝説に記された名式を吸収する英雄と似た能力を持っている。核もそれに関する予言を残した。北楽野原にて失われた力を奪還する。その達成のため俺も尽力しよう。ああ、おそらく今氏も知らないだろう。俺が良き将軍の座に着いた時、彼女はまだ霊院ではなかったからな。俺が良き将軍の座に着いたあの日、核はこう言った。月が満ちる時、ある帰還すべき人に協力することとなる。名式と対峙し、名式を倒す力を取り戻すと。お前がその帰還すべき人なのであれば、今度こそあの怪物にとどめを刺せるかもしれない。